はいどうも、柴田です。今日の動画は僕のパチンコチャンネルの、パチンコの収録中に起きたちょっとトラブルの様子で、まずはそちらの動画を皆さんに、見てもらおうと思います。どうぞ。超うるさくね、レディーガガ。やばいよね、音めっちゃ煙こっち来るんだけど、これめっちゃ来る。毎回思うんだよさ、これやる人いるよね。これあさ、消してけよな。めっちゃお香じゃないんだからさ、めっちゃ灰飛ぶな。灰やばいね。煙はいいけどちょっと灰はちょっとやめてほしいよね。はい、なんか今でか見てるけど文句あんの？ええなんか文句あんの？文句？あ、いやいや、ないないないです。え？いや、見てないです、見てないです。あんま調子乗んない。え？あんま調子乗んない。いや、乗ってないですよ。え？いや、ほら、なんかあんま調子乗んなって。これじゃない？これ多分やばくね？超怖いんだけど。表で話そうや。え？表で話そうや。なんて？表で話そうや。出来悪いから。表？なんかごちゃごちゃ言うてんやろ。いや、何が？ごちゃごちゃ？いやいやいや、何？え、何？いやいやいやちょっと今収録中だから後で。え？後で。ちょっと今収録してるから後で。あ、分かった、逃げないから後でやろう。後で今あれ撮ってる。え？いや、ちょっといやいや、外行ったほうがいい、はい、あ、行ったほうがいい、はい、オーケー。じゃあ外、じゃあ外で。あら、取っといて荒川。シャレ、ウェアボールパンツだ。シャレ、いや誰や、なんか地球に有名人。あ、有名な、知らん。いや、まあ、ブーメンボードはごめんなさい、ちょっとすいません。はい、すいません。いや、なんか申し訳ないです。あれですか、あの、もしあれだと僕、あの、電子タバコとか、あの、あげますけど。ですよね、ですよね。いや、すいません、ちょっと、まあ、すいませんっていうか、まあ、あれですよね、まあ、とりあえず、あの、全然座っても大丈夫なんで、よ、座ってください。ちょっと、まあ、見てすいませんでした。はい、そんな感じで、見てもらったのがですね、8月に、まあ、三重県のパチンコ屋さんで、パチンコの動画の収録をしてた時に起きたトラブルです。まあ、隣にちょっといかついヤンキー系のお兄ちゃんが座って、で、まあ、タバコを吸って、まあ、吸うだけだったらいいんだけど、まあ、煙を結構、まあ、こっち側に吐いたりとか、あとはタバコを置いて離席したりとか、あとはタバコの灰がこっちに飛んできたりとか、まあ、そこまでは良かったんだけども、それで俺が、あ、ちょっとタバコきついなって、こう分煙ボードって言ってね、タバコの煙をこう遮るボードがあるんだけどね、それをね、俺がこう出した時に、あの、まあ、ちょっと僕に絡むようなことがありまして、で、パチンコ屋さんの外までちょっと連れてかれちゃってっていうことが
ありました、うん、はい、っていう感じですね。まあちょっとね、まあ、一応その場でトラブルになって、ね、大きなパトカーが来るような事件になったら嫌だから、まあ、その場は穏便に済ましたんだけども、やっぱちょっとそうね、マナーが悪いかなと、思ったね。まあタバコ吸うのはいいのよ、吸うのはいいんだけども、やっぱ文言ボードとかってさ、ね、そのためにあるもんじゃん。そのタバコの煙が嫌だなとかさ、向こうの隣の台の音がうるさいなとか、あとはこうね、ちょっとその、まあこう仕切りたい時があるじゃんよ、いろいろ、っていう時にその使っていいものであって、使うもんであって、それをやったからね、お前なんか気分悪いんじゃんみたいな言われてもね、いやいや、そのためにあるしっていう感じで、いやちょっとそのまあこう言ったらなんだけども、すごいマナーが悪いというか、ちょっと気違いというかね、あれな人だったね。俺全国のパチンコ屋さんに来店で仕事で行ってて、ですごい思うんだけどもね、だからね、東京とか福岡とか都会はね、みんなね電子タバコなのよ。で田舎に行けば行くほど紙タバコなの。でこれどうなんか、なんかやっぱね、こう浸透していくのがやっぱ田舎だと遅いんかね。本当田舎に行けば行くほどみんな紙タバコで、かつマナーが良くないね、ポイ捨てとかしたりとか。だって東京ってあれだよ、アイランドの秋葉原店って言ってね、もう月の中でこう強い日にはさ1000人2000人とか並ぶ、まあお店あるんだけど、そこだったらもう並んでる時にね、こうタバコ吸ってて、タバコポイ捨てした時点でその人はもう抽選受けれなかったりするんだ。はい、あなたダメです、はい帰ってください、抽選受けれませんって言って、その場で返されたりするようなホールもあって、で東京はすごいやっぱタバコのマナーにうるさくて、しかももうお客さんもタバコの喫煙者もみんなこう電子タバコで気を使っててみたいな、そんな中でやっぱり、ね、田舎に行けば行くほどね、マナーがすごい悪いんだよね。これってそろそろなんとかなんないですかねって俺は思うんだけども、はい、なんかね、いやー、そのタオルもないしさ、電子タバコの方がいいでしょう、ね、匂いとか全部さ、ね、周りも迷惑かけないしさ、いやー、なんか僕は吸ってもいいんだよ、多分もちろんパチンコ屋さんとか多分吸うところだけども、吸ってもいいんだけども、やっぱこうマナーを守ってほしいなと思います。はい、で一応こっから俺が提案というか、なんというか、一応まあ少しでも喫煙者が減るように、少しでも紙タバコを吸ってる人が減るように、するための、減るようになるための提案というか、まあちょっとあれなんだけども、一応僕ちょっと前に電子タバコの案件やりまして、そことまた連絡取ってなんか電子タバコをちょうど提供してもらえることになったんで、これをちょっと皆さんに配ろうと思います。で皆さんやめてください、紙タバコ、うん、紙タバコはもうやめよう、流行ってないね、もう流れじゃないから、もうどん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 紙タバコなくなって電子タバコの流れになってるから、もうみんなでやめよう紙タバコという感じで、今回これエースっていうね、エースっていう電子タバコを、一応提供してもらいました。でこれを皆さんに一応プレゼントしようと思います。プレゼントっていうか、厳密に言うとみんなこれを買ってくれ、下に楽天のリンクを貼っとくからみんな買ってください。でこの買ってくれた人の中で、10人くらいに、僕がプレゼントします。サイン入りのやつを。っていう感じで、なんか、概要、なんか、備考欄かな。備考欄に柴田の動画見たとか、柴田とか書いてくれたら、その書いてくれたうちの10人に、これ普通に送るんで、サイン入りのやつ。で、その人、当たった人に関しては、これが、タダになるんで、皆さん、ぜひ、この、アイコス互換機だね、このアイコス互換機のエースってやつ、を皆さんぜひ買ってください。はい、で一応、まあ、当たらなかった人に対しても一応その安くします、安くなります。9月4日の20時から9月11日の、
1時59分までに、一応その買ってくれた人は、20% オフにするんで、そんな感じで、まあ、普通に当たらなくても 20% オフで買えるんで、下の楽天のリンクから買ってください。まあ、一応提供してもらったんで宣伝だけしようと思います。僕はまあタバコもね、電子タバコも吸わないんで、まあ、何のこっちゃ分かんないんですけども、一応このエースっていうやつはアイコス互換機、アイコスが中に入って吸えます。で、業界初の 3D 加熱システム、っていうやつを使ってて、まあ、タバコを吸ってるかのようなクオリティを実現と、まあ、タバコとすごい味が近いですよという感じらしいです。あとはシリンダーのお手入れができて、古くなったら交換も可能な、なんかお掃除とかできるのかな、お掃除とかできるし、シリンダーの交換ができますよと。もう一つが1回の充電で最大20本まで使用可能と、1回充電したら20本吸えますよと。チェーンスモークも最大で連続3回できる。チェーンだからアイコスとかだと2台持ちなきゃチェーンスモークできないんだけども、これ1台で3回までチェーンスモークできるよという感じで、あと最後がマイナス7度の環境下までであれば使用が可能。だから都度は雪降ってたりしても寒いところでも使えますよっていうことで、まあそんな感じのアイコス互換機エースです。で、一応これ10本ぐらいかな、提供してもらえることになったんで、下の、リンクから、これを買ってくれた人の中で10人にプレゼントしようと思います。はい、そんな感じで、まあ、吸うなとは言わない、タバコをね吸うなとは言わないけれども、都会ではもう電子タバコの流れになって、もう皆さんも極力ねタバコを吸うときは周りの迷惑にならないように気をつけようという流れになってるんで、田舎に住んでるパチンカスロッターの皆さん、タバコ吸うときは極力気をつけて、で、できればもう電子タバコに変えよう。はい、電子タバコに変えましょう。もうそういう世の中の流れになってます。はい、そんな感じですね。今日はまあ、僕のねパチンコの動画の収録中に起きたちょっとトラブルをですね、皆さんに、見てもらいました。皆さんは、まあ、もしよかったらタバコとかの意見もね、俺はこう思うとかいいんじゃねえかとか、まあ、いろんな意見ちょっとコメント欄に書いてください。はい、そんな感じで、柴田でした。お疲れ様。